今の試合を終えたお気持ちいかがでしょう。年には勝てねえのかな。悔しいね。ルールが不利だどうだいろんなことを言われましたが、決めたのは俺だし、言い訳するつもりもありませんし、うん、これがベストな試合だったと思いますが、ちょっとかっこ悪いね。かなりかっこ悪いね、うん、かっこよく行きたいね。その中でも一つ自分の中でかっこいいなと思ったのは、この試合を決めたことかなと自分で自分のことを自負しております。よいしょ。ホルツケンのパンチ威力とか、あと見えたら見えなかったっていうのはどうでしょう。イメージ、ホルツケのパンチの威力とか、あとまあ見えてたかどうかっていうのを、うん、思った以上に来なかったので、行っていいのかなとか思いつつも、うまくやっぱりコーナーに詰められ、うん、行かれたなっていうのは、やはり打撃のスペシャリストを甘く見たらダメだなっていうのは痛感いたしました。ああ次 MMA からやらないかって言いたいかな。これミックスルールじゃねえと心のどっかに悪い人間がいます。